ちょっと手を避けたといいますか、これでポイントはパイオニア11対7。さあ高橋できます。ここは NEC、 そしてこちらは佐々木、高橋が拾っている、ブロック、何か久々パイオニアにブロックポイントが飛び出しました。もうね、島崎選手はね、作戦タイムごとにセリージャ監督からストレートのブロックを締めろってずっと、完全に流れはパイオニア、いいサーブになった、ストンと落ちた、高橋がそして捕まる、これは NEC にとっては非常に苦しい展開。第4セット2度目のテクニカルタイムアウトは10、これで24対14、パイオニアセットポイント。高橋のスパイクブロック、最後はキャプテン高橋が止められました。パイオニア繋いだ、島崎のトスアップから佐々木、高橋が拾っています。もう一度高橋捕まっている、もう一度来たがブロック、島崎がストレートコースをきっちり締めていた。よく出てますね、島崎選手ね、ストレート